おお、やっぱね、バミツーといえば、バミツーといえば、やっぱりこう、ね、召喚号から、そうです。なんかもう知ってた当たり前みたいな。ゲームのレビューを言えばとか言われても、ニューゲーム、うん、クロスレビュー。一応ね、敏腕レビュアーを何人か雇用させて、うん、声をかけさせていただいて、うん、何のクロスなのこれ、レビューがクロスするって意味なの。まあ、クロス上のこう、レビュアー同士でみたいな話じゃないですか。交わし合ってってこと、うん、あ、超境村アクション、そうです、バミコン、ではでバミコンだからいいのか違うハードか、まあまあまあ、まあ、センキューサガトモ、センキューサガトモ、センキューサガトモ、結構敏腕の敏腕レビューだ、敏腕レビューは、うん、いたかもしれん、なんか二つ名みたいなやつそう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 、全員二つ名みたいなつけたかもしれん、そうそう、格闘アクションシューティング FPS と幅広いジャンルでゲームを愛するレビューは、バグを探しながらゲームを遊ぶことが好きで、笑えるバグを見つけるたびに猛烈な強烈な快感を感じている。変態ですね。変態ですね。レビューされた点数が果たして適正なのか怪しいが。お、8。結構高めです。どこが壺に入ったん？囚われた姫を助けるため、騎士が異界を駆け巡る王道ストーリー。様々な武器で戦えるアクションゲームだが、連射武器、聖なる白マリモには、やっぱり白マリモあったんだ。不思議な爽快感があり、連射するほど気持ちが良くなる点はエクセレント。なんでなんですかね。なるほどね。鎧が破壊された時に、全裸になる演出も、シャレが効いていていいのだが、少しセクシーな足りない点は惜しいと言わざるを得ない。また、主人公の設定として自宅のトイレが壊れているらしいが、私自身も偶然同じ状況となっている。ぼったくらない有料業者をぜひ紹介してください。お大事ですね。あ、ぽいな。自分あたりが最後ちょっとワンコメ入ってるあたりがぽいな。もちろん外部の人ですよ。もうちょっと外部の人です、いやグルメポーク外岡、外岡さん、はい、分からないようにしてない、一応次回作があるなら食べ物をたくさん出してほしいし、食べ物さえあれば10点つけます。もう参考になるレビューですね。参考になるレビューレビューだな。ゲーム関係ねえもん。いやちょっと自分の性癖とかでつけてるやつがいる時点でちょっとレビューアーとしてはどうかな。次は一体おっと、バミツ三重師を連れてきたよ、はい、お絶頂鎧、どんなゲームのレビューでもなぜか必ず1919点をつけようとし、結果的に必ず10点をつけてしまう呪いに侵されているらしい。なんだこのネタか。誰書いたの。誰が書いたんでしょうね。まあ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 ね。カマーゲーム、カマーアーゲーム。そう。おお、かっこいい、なんか。やっとすんな。誰が書いたんだ。うどん県出身のゲームレビュアーで FPS 大好き人間、ゲーム自体の面白さというより、その時食べているうどんの味で点数をつける病気に侵されているらしい。なんか、なるほどね。面白い。レビュラーですね。誰が書いてるかなんか察してきたな。顔も見たくなるな。真っ白奥ボーイ。一人だけ割といい感じに書いてる人がいるな。RPG と謎解きとパズルが好きな元ゲーム屋レビュアー。どんなゲームのレビューでも前日のトレーニングの成果で点数がブレにブレまくる洗脳に侵されているらしい。こんなやついるんですか。こいつらさ、大丈夫か。3人で1得点なの。3人で1バカラゲ、トリオで何点かって話ですか、うん、そう、はい、3は1からゲでブニブニ丸、かわいい。センキュー坂友の飼い猫で、なぜか人の言語を操る。坂友の、坂友の権限で、レビアをやっているが、ゲームはやらないために、好き勝手に文章を書くだけだが、なぜか一定の人気がある。かわいさ、重視。ちゃんと書いてるね。ブニはセンキュー坂友と一緒に暮らしてるにゃが、坂友がこのゲームをやってたせいで、ご飯の到着が遅れたにゃ。あと、ブニが寝てるときにお尻の匂いを嗅いでくる坂友はいかがなものかと思うし、規制混じりの独り言を毎日言ってるし、ブニがいないと人としての自我を保てているのかも、正直不安にゃろ。てかこんなの褒めてないで実際に堅実に働いてほしい。ちなみにトイレ修理の有料物件に関しては教えてほしいですだ。ブニブニと。かわいいね。かわいい。1ではない。1か。1点らしい。まあ1点。1点。1点。ゲームは1点。中指で飛びだけだな。やっぱりね、猫だから、三重師のように、うん、やっぱゲームとしての評価っていうのがやっぱりちょっと。うん、そうだね、うん。かわいいですね、でも猫なだけに。うん、じゃあ、平均、総合34点で、まあ、平均得点としては、うん、7点。あ、いや、もっとあるか、8点。34点ありますか、これ。24じゃない。あれ24かな。24。大丈夫か、このおっさんの集まり。大丈夫、大丈夫。10点増えた。ごめんね。24点だ。まあ、でも、これ、ある意味、見方によっては、刺さる人には刺さるゲームっていう。まあまあ、そうですね。誰にでも刺さんだよな、それ。
やっぱ面白かった。やっぱり付録はないのか、残念ながら。まだまあこれお披露目できない情報、まだあくまでこの企画がいけるかっていうサンプルなんですよね。そう、サンプル。これがいくとなれば、まだいっぱいあるぞ。そう、もちろん、まあ、雑誌があるだけで終わるわけないんで、ゲームのバグ紹介入れて、はい、未決占いのコーナーを入れる、はい、入れます入れます。袋閉じページもある。いや、わかる、もちろん、ね、そこはやっぱりそれはね、ないといけない。バガスわかんない。バガスわかんないですか。あれさ、なんだ、仮想通貨みたいなやつ。そうこの雑誌、バーミツーで、なんか投稿が紹介されたり裏技とかを見つけたりすると、このバガスがもらえて、そうです。でそれを交換できるんです。ポイントを貯めてね、いろんな商品と景品と交換できるっていう、そういうとこだけ、なんか、ね、そういうとこだけなんか細かく設定してちょっとね、薬と薬してほしいな。そうです、年代の人分かるかな、伝わってほしいな僕分かんないってことは、僕買ってないわ、このその時代は。あ、僕分かんないですか、うん、そうなんだ。すいません、ちょっと僕大学生ぐらいまでしか買ってないから。それがむしろ逆ですよね。そうだね、昔なんていうか、異物ですよね、これって。小学校の時とかあった、そんなあったあったあったありましたよ。本当名前はガバス。ガバス。なかったって。あった。もらえた、ガバス。マジで。投稿コーナーに送ったらもらえるの。500ガバス。あと、もらえた。毎回雑誌についてるんですよ。僕もそれ知らない。知らない？僕知らない。じゃあ1ガバスが4枚とかで、5ガバスがそう2枚とかで。もらえるんだ。もらえて。景品が。誰かもらった人いる？いや、なかなかたまんないから。ない。ついてくるのと、あと投稿に乗らなきゃいけないにしても高い。高い。めちゃくちゃ高い。そう。コミケ行き？もう最終的にはやっぱり一つだから、企画を今ってサンプルページだけですけど、あれがもう10本20本でゲーム紹介あって、レビューももう大量に出て、でもウィークリーなんでしょ。ウィークリー、ウィークリー、でもコミケウィークリー、まあ一冊の本にしたいんですよ。そう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 、あったりでウィークリー、つまり貼ったりあったり、創刊号で終わりだろうな。まず創刊号、そう、そこからがね、始まりだからね。そう、僕によろしくお願いされてもな、付録とかかけて、いやいや、印刷費とか、その辺やっぱコピー機とかでもね、やっぱお金かかるから。確かに今その辺の元手となるものは、そうです、そうです、大したしないだろう。どうですか、採算の方は。大してしない、いくらで売るのかしら。380円だっけ。いや、380円で売れるわ。390円で売れると思います。いや、50円か。はっきり言ってこんなのが売れるわけないんで、はい、もうチラシコーナーとかのとこに置かせてもらって、勝手に、まあちょっと思い上がらない感じで。思い上がらない感じ、誰も思い上がってない僕が思い上がってないんだけど、別に。だから50円でも思い上がり、だからお金を出していただきたい。あ、なるほど、わかりました。この企画あり、ありありっつうか、まあ作ったら配ればプレゼントで、そう、配るっつって。おお、前配ったことあるでしょ、切り裂き本とか。あ、そうか、印刷して配ればいいじゃん、あの立ち位置。そうそうそう、なるほど。いるかどうかは知らんけど。そうか、そうか、まさかそう言われるとは。豪が出るとはね。豪が出るとはね。ただね、今日の見た感じ、表紙から考え直す感じは、バミツっていうのも、名前変えた方が、もうちょっとなんか幕末通信とか。幕末通信。わかりました。ちょっと。小さい、あ、関係ねえしな、よく考えれば。ちょっと練り直して。そうだね。練り直しよう。すぐだから、やっぱり。練り直し、練り直し。